はい、こんにちは。休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校、本日は2020年4月23日です。本日は中2の数学の教科書の第1章、式と計算のその2をやります。文字式の利用ということです。で、本日はまあこういう何か遊園地に、まあテーマパークに行って遊んだ時の、まあ、子どもの立場から見た式と親の立場から見た式という、まあこんなような形の話をしていきたいと思います。で、私は、講師を務めます船橋の市議会議員で、予備校講師の朝倉と申します。で、私の市議としての活動の方は朝倉ミカル公式サイトの方に載せてありますので、どうぞご覧いただければと思います。で、実は本日も船橋の教育委員会にまあ、こういうウェブの授業を発信したらどうかというような話をしてきたんですが、なかなかすぐにできないということで、まあ、すでに船橋のホームページに少し動画発信してるんですが、まあ、連休前まではそんなに発信ができないということで、まあ、その分を私がこの数学に関してはこの形で頑張ってやろうかなと思っております。まあ、このようなことがホームページに載ってますのでご覧ください。それでは、中1、中2、中3の数学の各分野を、まあ、こういうふうにな順番で学んでいくんですね。で、ここの、ところが3月の休校で、学べてない部分ですね。そしてここが本当は4月に学ぶべき部分で、すでにここを発信してきましたので、今中2のここまで来ました。で、本日この式と計算をやりまして、明日から連立方程式に入っていきます。それでは、本日の、まあ、というかこの講座の趣旨なんですが、まあ、コロナの休業のために、まあ、学校がない部分を私がなんとか数学を補おうとしてやってるんですが、まあ、私たちコロナの危機の中で、この事態になってるわけです。で、ある日、コロナを乗り越える数式を思いつきましたので紹介します。コロナ苦労と苦闘で割り、乗り切れば幸せの数字7となるはずということで頑張ってまいりましょう。それでは、文字式の変形ということについて、やりたいと思うんですが、まあ、前から出している例、入場料1000円、乗り物後1回500円のテーマパークに行き、A 回乗り物に乗った時に使ったお金の総額を B 円とすると、B を A で表す等式を作りなさいって言ったら、まあ、入場料1000円に500円かける A 回ですね、を足して、で、それが B という式になります。で、そうすると、まあ、本当は、こっちで入場料を先に払って、まあ、500円かける A 回乗って、その結果 B という金額が出てくるので、こっちが原因ですね。乗り物を乗った回数が原因で、まあ、こっちが結果です。で、数学の式というのは結果の方を左側に書いて原因の方を右側に書くんですね。で、普通日本語の文章とか物の流れってこう左から右に書いていくので、こっちが入力でこっちが出力になるというのは、実はちょっと普通の流れから、文章の流れからすると読みにくいんですけど、慣れていただければと思います。こっちが原因でこっちが結果を入力するような、結果が出てくるような形ですね。まあ、普通の日本語の文章はこういうふうになりますので、まあ、本当はこういうふうな、順番で書いた方が日本語の流れに合ってるんですけど、文章の流れに合ってるんですけど、数式はこういうふうに、結果のこっちに書く形になります。さて、で、この式は子どもの立場で、これ財布なんですが、財布に500円玉ばっかり入れて親が渡してくれたと。で、そして子供が、いっぱい遊んで遊園地でテーマパークに行っていっぱい乗り物乗って親にこれ返したと。そうすると、まあ、子供は、まあ、A 回何回乗ったかという原因があって、親に、まあ、財布返すだけですので、まあ、そうすると、子供は、まあ、この何回乗って、その結果、まあ、8000円使うとか、そういう結果が出るんですね。さて、で、それを今度別の立場から見てみようということで、B を結果を、金額の結果を乗り物回数で表す式を変形します。まあ、エクスプレッショントランスフォーメーション、まあ、式を変形すると、この B を A で表すんじゃなくて、この等式を A の乗った回数について解きなさいというふうにするんですね。で、その時には解くべき文字を左辺に持ってきます。これ右辺になってますけど、
左辺に持ってきます。で左辺に持ってきて、まあこの左右をひっくり返しただけですね。そしてこの A をイコールという形で解くべきなので、A の周りを剥ぎ取っていきます。これ移行して線をこっちに持ってきます。そして500で割ります。でそしてそうすると500分の 1B マイナス、こっちがマイナスになりますね。そうすると、まあ、A 乗り物回数は500分の 1B マイナス A、 つまり使った金額を500で割ったものから2を引いたもので、これ実は500円玉で最初から全財布の中を満たしておくと分かりやすくて、この B というのは使った枚数になりますね。500円玉の枚数。そして2枚。で、2枚というのは入場料の部分ですので、入場料の部分になります。で、そうすると、この、今回は、この結果ですね。どうも財布が、親は最初15枚入れといたのに、今2枚しかなくなってると。そうすると13枚も使ったなと。いう、こう、13枚使ったなと。まあ、そのうち2枚は入場料だけど、まあ、11枚使ったんだなという結果が出てきますね。そうすると、11枚使ったという結果では11個乗ったんだなと。あ、まあ、正確に言うと、この、11枚、15枚ですので、あ、13枚ですね、6500円使った。で、それを計算すると、まあ、11回乗ったんだなという計算が出てきます。で、そうすると、この式ですね。この式は、まあ、親が、この遊園地に行った子供からもらった財布を見て、まあ、500円玉の枚数数えて、あなたは何回乗ったでしょうと、11回も乗ったでしょうというふうに、ちょっと使いすぎじゃないかという、まあ、まあ、なんていうかな、子供に後で文句を言うような感じで、こっちは、子供が、まあ、お金をもらって、いくら、まあ、これあれだけ使ってもいいというような式であり、こっちは立場を変えて親が後でチェックするような形の式ですね。まあそういうイメージでいていただくと、この式を変形してこの A の立場に折り換えるとこういうふうに変形できるという計算になります。はい、これが、その時の都合によって、式を変形するというやり方です。で、これあえて文章題的な具体的なイメージをつきましたけど、あとは実は実際の数学の問題では味気ないというか単純な数式の計算になりますけど、まあできるだけイメージを持ってもらいたいということで、この立場によって計算の仕方が違ってくるという話をさせていただきました。さて、でこの文字式の応用についてもう一つ、まあいいことがありまして、なんか当たり前と思えることをきちんと文字式で説明できるんですね。さて、奇数というのは2の倍数でない、1、3、5、7、9とかいう数ですね。で、オドナンバーと言ってます。で、偶数のことをイーブンナンバー、2の倍数ですね。で、そうすると、例えば、奇数足す奇数は偶数ですね。まあ、具体的に言うと、3足す5が8。次、奇数足す偶数は奇数です。3足す8は11です。で、偶数足す偶数は偶数。まあ、これ実感はすぐできますよね。まあ、これすぐに実感できると思うんですが、これあえて数学的に説明しなさいって言ったらどうするでしょうか。まあ、計算すればどんな奇数とどんな奇数足しても偶数になるし、奇数と偶数を足したらどうも奇数になることは感覚的にわかるんだけど、数学的に証明するにはどうすればいいか、ちょっと考えてみてください。はい、こうなります。奇数は、2n プラス1、つまり、2の倍数に1を足した形で示すことができるんですね。必ず、まあ、2で割った時に1が余るのが奇数です。で、偶数はちょうど2の倍数です。で、この奇数と偶数は、まあ、別の数字ですので、この 2n プラス1と表現する時の n と、この偶数の m は違うことを前提にしてます。を示すことができます。でそうすると奇数と奇数は 2n1 と書いてますけど、この奇数も、まあ、違う奇数だとこの n1 のこの数字自身が違うので n1、n2 というふうに表現します。 2n1 プラス1足す 2n1 プラス1ですね。でそうするとこうなりまして、これがこうなります。でそうするとこれ2でくくることができる。これ
まあ分配法則の逆でくくることができるんですね。これ括弧にすることができます。そうすると2の倍数ですから偶数ということが証明できます。で次、奇数足す偶数は 2n プラス1プラス 2m。 そうするとこの、ここは 2n プラス m に、くくることができるんですけど、ここが1余ります。でそうするとこれ奇数ということになります。で偶数足す偶数はこうやって偶数に示すことができる。まあ当たり前のこの法則がきちんと文字式でこう計算して証明ができるんですね。まあ、このことを証明というんですけど、証明ができるということです。さてその次なんですが、よくこの文字式で出てくるのが、まあ、2桁の数。整数の性質を文字式で説明してみよう。その2です。2桁の数の10の位と1の位を入れ替えた数の差は9の倍数となると。これどんな数でもやって、10、91-19 は72で9の倍数、63-36 は27で、これも9の倍数です。これ不思議だなんですよね。まあ、小学生の頃これを発見すると非常にこう不思議な感じがすると思うんですけど、これはじゃあどうやって示すことができるかと。さてそもそも10の位 A、1の位 B の2桁の数は文字式でどう示すかということですね。で例えば72は、まあ、7と2をこう並べてるので、じゃあ AB を並べて AB と示していいのかというと、実は AB ではありません。というのは AB というのは A×B を意味してしまうんですね。例えば36というのは36だと、36をこう横にか表すと、これ18を示すことになるんですね。 3×6 を示してしまうことになりますので、 AB ではない、 AB ではなくて、10の位 A、 1の位 B の2桁の数を文字式で示す方法があるんですね。そしてそのこれを使いながら、この入れ替えた数の差は9の倍数になるということをどう証明するかと、ちょっと考えてみてください。さてやりますね。はい、まず2桁の数の10の位と1の位を入れ替えた数は9の倍数となる。でまず前提ですけど、10の位を A、 1の位 B の2桁の数は 10A プラス B です。こう AB じゃなくて 10A プラス B なんですね。これは実はお金の勘定で考えてみれば、例えば36円というのは10円玉3枚と1円玉6枚ですね。ということで10円玉3枚、 10×3、 そして1円玉6プラス6ということになります。十進法のこういう、私たちが普通使ってる桁数というのは、10のところ、この10の位の数を10倍したものと、それから1の位の数の足し算ということになります。よって、10の位と入れ替えた数は 10B プラス A です。そして、まあ、これは、まあ、これも約束なんですけど、負の数でも絶対値が9で割れれば9の倍数と見なすことができるので、まあ、どっちが大きくてもいいんですけど、元の数から、桁を入れ替えた数を引くとこういう形になります。でそうすると引き算すると、これきれいに 9A-9B なんですね。そうすると 9A-B で、ここは整数ですので9の倍数と証明ができます。このように文字式を使うと不思議な現象が感覚的じゃなくて数学的に証明ができるというのがこの文字式のいいところです。それでは具体的に入試問題をやってみましょう。千葉県公立高校入試の、問題です。でまずこの3つの問題はそれぞれ本当に単純に、まあ、先ほどの文章題的な背景が本当は説明できるかもしれないんだけど、入試問題としては単純に解きなさいということですね。さて、等式 QA プラス 3B イコール2を B について解きなさいと言ったら、 B イコール何々するんですね。で等式 4X-3Y イコール15を Y について解きなさいと言ったら Y イコールにするんです。そして等式 2A-3B イコール1を B について解きなさいんだったら、B イコールに直すんです。はい、でちなみにここに、高校入試問題の正答率を書きました。これは千葉県全体の、高校入試受けた人の中の何割が正答したかということで、だいたい6割ですね。だから、やはり、どうしても2、3割の中学生はこれがわからない、状態ということですので、まあ、ぜひここを見ている中学生の皆さんは、
ここしっかり理解していただけるとよろしいかと思います。さて答えはこうなります。まあ全部やるのも大変ですから、一応これ画面一応全体を映すのを、数秒やっときますので、全部を丹念に見たい人は止めて、 YouTube を見てる人は止めて画像で見てみてください。で1例だけじゃあ大きくして説明しますね。1例だけ大きくして説明します。これがいいかな。あ、一番下のやつがいいですかね。一番下のやつでいきましょう。2a-3b イコール1を b について解きなさい。で b について解きなさいって言ったら、b を左辺に残します。で a は右辺に持ってくんですね。その何々について解きなさいという文字を含むところ以外全部右辺に持ってきます。でそうすると、2a を右辺に持ってきますので、 2a イコールマイナス 2a、 あ、マイナス 3b イコールマイナス 2a プラス1になります。でその次にこう b イコールの形にしたいので、ここにマイナスがあるとちょっと間違いやすいんですね。だからこの段階で両辺にマイナス1をかけて b の係数をプラスにすることをお勧めします。これやらなくても実は慣れてる人はここからいきなりこうできるんですが、間違いを減らすためには一旦ここで、ね、プラスマイナスを逆転させる、全両辺にマイナス1をかけるといいます。いいと思います。 3b イコール 2a-1 になります。でその次にこれを3で割ると、全体をまず3で割ると、でそうそう各部分を3で割ります。これここだとまだ完成してないとみなされまして、ここ何々 a 何々この a の a を含む式のところと数だけのところをきちんと分離して答えになるとみなしますので、3分の a マイナス3分の1ということになります。すべて実はここら辺の3つの計算は同じですので、後で、じっくりやる人は、見返してみてください。それではもう一つ、私は実は愛知県豊橋市出身で、愛知県の豊橋市立の中部中学校というところを出ました。でその、愛知県の、公立高校入試問題がちょうどいいのがありましたので紹介させていただきます。最近実はその中部中学校の、同窓会の LINE グループに招かれまして、久しぶりに中学の時の友達と交流をこれから深めていこうと思うんですけど、さて、どんな形かと、はい、2桁の正の整数がある。この整数は各位の位の数の和の4倍に等しく、また10の位と1の位入れ替えてできる2桁の整数は元の整数の2倍より9だけ大きい。この時元の整数を求めなさい。ちょっとちょっとなんか難しそうに見えるんだけど、答えが出てみると実は実感できますので、やってみましょう。さっき言ったように十進法での2桁の数は 10a プラス b で表すんですね。はい、でそれではやっていきます。元の数の10の位を a、 1の位の数を b とすると、そうすると元の数 10a プラス b はそれぞれの桁の数の4倍、 a プラス b の和の4倍に等しいということでこれを計算します。でそうすると b イコール 2a という関係が最初の文章から出てきます。さて後半の文章ですけど、10の位と1の位入れ替えてできる数は 10a プラス b、 あ、 10b プラス a になりますね。さっきもやったように、でそれの2、それは元の数の2倍よりもはこれより9大きいと、元の数の2倍よりもこの入れ替えた数は9だけ小さいということですので、元の数の方が9大きいんですね。元の数の2倍、これ 10a プラス b の2倍ですね。それから入れ替えた数を引いた引き算が9になると。でこれを整理をしていくとこうなります。でここに最後にさっき求めた b イコール 2a を入れて計算すると 3a イコール9になって a イコール3になります。よって a が3なんで b が6で36ですね。じゃあ実際に36がこの定義に合ってるかどうか確かめてみましょう。36というのは3と6を足すと9ですね。9×4 36、あ、確かに
36という数字は3と6を足した92を4倍したものに等しくなっていると。それから、元の数の、2倍36の2倍ですから72ですね。72と36の、10と1をの位をひっくり返した63、72と63の差はちょうど9ですので、これも、検算すると合ってます。でこれ実は正式には連立方程式ということになるんですが、まあなんとなく連立方程式のことを学ばなくてもなんとなく解けますので、今日の段階で説明させていただきました。でちょうど明日から連立方程式に入ってきますので、まあその導入としてもいいかなというふうに思います。さて本日のまとめですが、文字式の入れ替えというのは、文字式の計算というのは、B イコールと計算していた式を立場を入れ替えて A イコールに計算をし直すことですね。式の変形でそういうのが、まあ、立場によって見方が違いますので逆転させることができるというのが式の変形。そして式を使うといいことは、こういう当たり前の、経験的な、まあ、実感できる話をきちんと数学的に説明できるということですね。これも、まあすぐに分かるような話だけど、これも数学的に説明できるということが文字式を使うメリットということになります。はい、それではご清聴ありがとうございました。